セキュリティ、コスト、利便性に優れた分離システムと題して、工務系向けのユースケースとして、RevOps ブラウザのデモンストレーションをご紹介します。RevOps シリーズは、インターネット分離を実現するソフトウェア製品です。3つのラインナップがあります。本動画では、インターネット分離、ファイル無害化に適した仮想ブラウザ製品、RevOps ブラウザーについてデモンストレーションを交えてご紹介いたします。画面の図は、学校環境の工務系とインターネット系のネットワーク分離環境を例とした構成イメージです。工務系の端末より仮想ブラウザーで安全にインターネット接続するシーンを想定した構成となっています。それではこれよりデモンストレーションシナリオに沿って実際の RevOps ブラウザーの機能をご紹介します。利用ユーザー編では、ユーザーの利用シーンに合わせて7つのデモンストレーションをご紹介します。RevOps ブラウザーの起動方法について説明します。デスクトップ上にある RevOps ブラウザーのショートカットアイコンをクリックします。ログイン画面が表示されます。ログイン情報を入力してサーバーへ接続します。仮想ブラウザーが起動し、ブラウザーよりインターネット接続できます。ローカル環境と分離されたセキュアコンテナ上で仮想ブラウザーを起動しているため、仮想ブラウザーから安全にインターネットが利用できます。インターネット上のファイルを無害化ダウンロードする方法をご紹介します。ブラウザーでファイルをダウンロードすると、ダウンロードしたファイルは自動で無害化処理が行われます。通知設定がオンになっている場合、画面右下のように無害化ダウンロードの処理状況が表示されます。無害化ダウンロードされたファイルは、ローカル環境のダウンロードフォルダの中でリネームされて、ファイル名にクリーンドが付けられ保存されます。無害化処理されたファイルは通常通りアプリケーションで開いて表示することができます。無害化処理できないファイルを安全にローカル環境にダウンロードする方法であるサンドボックスチェックダウンロードについてご紹介します。画面右下のデスクトップのタスクトレイに表示されている RevOps ブラウザーのアイコンをクリックします。表示されたメニューよりエクスプローラーを選択すると、 RevOps ブラウザー専用のエクスプローラーが起動し、コンテナ内のファイルを確認することができます。サンドボックスチェックダウンロードをする対象のファイルを右クリックして、メニューより RevOps ブラウザーから持ち出し、サンドボックスチェックの順でクリックします。対象のファイルをサンドボックスに送り、ファイルに危険因子がないことを確認します。サンドボックスチェックの結果については、デスクトップ上のタスクトレイのアイコンメニューより RevOps ブラウザーから持ち出し、サンドボックスチェック済みの順で表示させることで確認することができます。サンドボックスチェック済みファイル一覧で判定結果が良となったファイルはローカル環境に持ち出すことができます。判定結果が良となったファイルを選択して持ち出しボタンをクリックすることで、対象のファイルはローカル環境にダウンロードされます。ローカル環境のダウンロードフォルダに保存されたファイルを確認します。エクスプローラーを開いてダウンロードフォルダを表示します。サンドボックスチェック済みのファイルはオリジナルのファイル名で保存されます。サンドボックスチェック済みのファイルはオリジナルファイルの状態でダウンロードされたファイルです。画面では通常通りアプリケーションで開いてファイルを表示したことが確認できます。ウェブメールでの添付ファイルを無害化ダウンロードするケースについてご紹介します。画面では Gmail にアクセスして添付された ZIP ファイルをダウンロードしています。通知設定がオンになっている場合、画面右下のように
無害化ダウンロードの処理状況が表示されます。無害化ダウンロードされたファイルは、ローカル環境のダウンロードフォルダにリネームされて、ファイル名にクリーン度が付けられ保存されます。業務端末上のファイルをセキュアコンテナ上にアップロードして、ウェブメールに添付する方法についてご紹介します。ファイルアップロードには、通常アップロードとアップロードの申請承認を行うフロー機能の2つがあり、お客様に応じて設定が可能です。WebWorks ブラウザを起動している状態で、画面右下のデスクトップのタスクトレイに表示されている WebWorks ブラウザのアイコンをクリックします。表示されたメニューより通常アップロードを選択します。ローカル環境のフォルダを参照できるアップロードファイル選択画面が表示されます。ローカルフォルダーからアップロードしたいファイルを選択して、開くをクリックすることで、ファイルをアップロードできます。アップロード完了のメッセージ後、デスクトップ上のタスクトレイのアイコンメニューより、エクスプローラーを起動して、コンテナ内のファイルがアップロードされていることを確認します。画面では、仮想ブラウザ上で Gmail にアクセスして、先ほどコンテナ内にアップロードしたファイルをメールに添付して送信しています。公務系の業務端末上から仮想ブラウザを用いて Zoom 会議に参加するデモンストレーションをご紹介します。Zoom 会議への接続方法は通常の手順通りです。デモンストレーションでは Zoom 会議の会議音声をお聞かせできませんが、仮想デスクトップ環境上でもローカル環境と同様にカメラ、スピーカー、マイクを使用して Zoom 会議を実施することができます。仮想ブラウザーから Zoom 会議に参加することができました。公務系の業務端末上から仮想ブラウザーを用いたマイクロソフト Teams への接続のデモンストレーションをご紹介します。仮想ブラウザを起動して、マイクロソフト Teams のサイトにアクセスします。サイト上より、マイクロソフトのアカウント情報を入力して、Teams に接続します。仮想ブラウザより、マイクロソフト Teams に接続することができました。以上をもちまして、WebWorks ブラウザのデモンストレーションを終了します。ご清聴ありがとうございました。